はい、まあ、前回紹介したと思うんですけど、あのキチキチバッタっていう少量バッタの、あれはオスだったんですけど、これメスです。まあ、日本最大のバッタですね。はい、すごくでかいです。はい、まあ、こんな顔しますね。細長い感じですね。まあ、子供たちも人気なバッタの一つです。皆さん、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。これからも生き物観察のコツや生き物に関する豆知識などを時折挟みながら動画を定期的にアップしていきたいなと思います。本人のモチベーションにもつながりますので、チャンネル登録・高評価していただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。